ぜこんなに差が開いた？アメリカの高速鉄道技術がひどすぎる。皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。かつてはアメリカの都市間移動の主役だった鉄道が衰退の一途をたどり始めてからすでに半世紀以上が経過。しかし近年は世界規模で求められる地球温暖化対策や悪化する交通渋滞などを理由にアメリカでも高速鉄道などの大量輸送交通の整備を求める声が特にミレニアル世代において顕著であると言われています。今回ご紹介するのはアメリカで数年前に運行が始まった高速鉄道ブライトライン。実は今この最新式の高速鉄道が60年前の日本の新幹線以下だと世間では騒がれているのですが、一体どういう意味なのでしょうか。また後半では日本の新幹線方式を取り入れて建設計画が進むテキサス高速鉄道についてもご紹介。それでは早速ご覧ください。ブライトラインはアメリカで最も新しい高速鉄道ネットワーク。フロリダ州のマイアミからオーランドまでを結んでおり、2018年に運行を開始しました。アメリカにはかつて多くの民間旅客鉄道が存在していましたが、人の流れが車や飛行機へ移行し続けた結果、1983年を最後に民間旅客鉄道は消滅。そのためブライトラインの開業は実に35年ぶりとなるアメリカにおける民間旅客鉄道の復活ということになります。最高速度は 201km/h でマイアミからオーランド間の所要時間は約3時間。利用者は年間300万人以上が見込まれています。ブライトラインは全線非電化、車両はシーメンスモービリティがアメリカ市場向けに開発した客車ベンチャーをディーゼルエレクトリック方式の機関車チャージャーが牽引する方式で、これまでに10編成導入されています。客車はファーストクラスが1両、ビジネスクラスが3両の4両編成。運行ダイヤは平日1日17往復、土曜日10往復、日曜日8往復となっています。運賃はスマートとプレミアムの2種類。マイアミからオーランド間のチケットはスマートが79ドルから、プレミアムが149ドルからとなっています。スマートの場合は手荷物2個の持ち込みと座席指定が可能。プレミアムは手荷物の持ち込みが3個まで可能になり、車内食と駅のラウンジ利用も含まれています。スマートの座席は2人掛けが2列になったレイアウト。プレミアムの座席は1人掛け、2人掛け、4人掛けがあります。いずれの車両も座席の足元と座面は驚くほど広々。背もたれが高く、ヘッドレストは頭部を囲むようになっており、プライバシーに配慮されています。座席の設備については、収納ポケット、Wi-Fi、トレイテーブル、電源ポートなどが利用可能。電源ポートは座席の前や背もたれの間にあります。トレイテーブルには動画を見る際のスマホ置き場としても役立つ、さらに小さなテーブルを内蔵。荷物ラックは座席の上と各車両の端、トイレは各車両の間にあります。飲食物についてはアテンダントが通路を歩いて販売。卵サンド、ヨーグルト、シーザーサラダなどのメニューが用意されています。次にブライトラインの建設に至るまでのいきさつについて簡単に説明いたしましょう。フロリダの高速鉄道建設にあたっては、過去に JR 東海を中心とした日本企業連合が新幹線システムの導入を検討。しかし、リーマンショックによる財政難と膨大な建設費の負担が納税者に重くのしかかることを嫌がった当時のフロリダ州知事が、
連邦予算の受け入れを拒否したことで計画が頓挫してしまいました。その後、アメリカの投資会社であるフォートレス・インベストメント・グループ傘下のフロリダ・イーストコースト・インダストリーズがインターシティ列車を運行するオール・アボード・フロリダを設立。同社は既存鉄道路線を最大限に活用し、新設区間の最高速度を時速約 200km に抑えてコストを下げることで、長年進まなかったフロリダ高速鉄道の着工にこぎつけることができました。日本の初代新幹線にも劣るのか。海外のネット上でアメリカの最新式高速鉄道が日本の初代新幹線にも劣ると話題になっていました。アメリカの最新式高速鉄道とはもちろんブライトラインのこと。先ほどもご説明したように、ブライトラインの最高速度は 201km 毎時なのですが、実はこの速度、1964年に日本で開通した初代新幹線の最高速度 210km 毎時よりも遅いんです。世界初の本格的な高速鉄道といわれる東海道新幹線は、1964年10月1日に東京から新大阪間で開業。この時に導入された初代の新幹線は、後にゼロ系と呼ばれるようになりました。新幹線の開業前、国鉄の在来線で最速だったのは東海道本線の特急で使われていた151系電車など、営業運転での最高速度は 110km 毎時でした。しかしゼロ系は一気に 100km 毎時もアップして 210km 毎時に。世界的に見ても 210km 毎時で営業運転する車両はゼロ系が初めてでした。この話だけを聞くと、ゼロ系には何か革新的な技術が導入されたに違いないと思う人もいるでしょう。ところが実際は特に目新しい技術が導入されたわけではなく、すでにある技術によってゼロ系は開発されたのです。例えば速度を大幅に引き上げるために、モーターの出力は従来の車両より強化されてはいますが、基本的な構造は151系などのモーターと同じ。またトンネルに入った時に気圧の変化で耳が痛くなる現象を防ぐため、ゼロ系では気密構造という技術を採用していますが、これもゼロ系の開発前からあった技術です。では信号システムについてはどうだったのでしょうか。速度が 200km 毎時以上となる新幹線は、地上に信号機を設置したとしてもそこを一瞬で通過、肉眼での確認は困難で安全に運転することができません。そこでゼロ系は運転室に車内信号機を設置。この区間の速度は 200km 毎時までなど、テキストで速度の上限を表示し、上限を超えた速度で走ろうとすると自動的にブレーキがかかる仕組みにしました。そもそも 210km 毎時という速度自体は、1903年にドイツのメーカーが開発した試験電車の走行試験でも記録。単に 200km 毎時以上で走るだけなら、新幹線が開業する60年以上も前に実現していました。それならばゼロ系の何がすごかったのかというと、車両だけではなく線路、信号なども含めた高速鉄道システムの一つとして開発されたこと。車両は車両、設備は設備として個別に開発するのではなく、全ての分野を同時にかつ総合的に開発したトータルシステムだったことが一番重要なポイントだったといえます。まず線路は2本のレール幅を在来線より広くして車体の安定性を向上。さらに並行する在来線よりも急カーブや急勾配が少ないルートを採用して高速で走りやすくしました。また鉄のレールと車輪を使う鉄道は摩擦力が小さく、ブレーキをかけてもすぐには止まれないので、踏切を一切設けず道路との交差は全て立体化。
それ以外の場所でも築堤や高架橋などを通るようにして、一般人が線路に近づけないようにしました。つまり新幹線は 200km 毎時以上で走るための新技術を開発したのではなく、60年以上前からある高速運転技術を活用できる線路を計画し、実際に建設したといった方が良いでしょう。さらにゼロ系は全車両にモーターを搭載したことで、車両ごとの重量差を縮小、線路にかかる力を抑えてメンテナンス費を軽減したり、鉄橋などの大型構造物の建設費用を抑えたりすることが可能になりました。またモーターを増やしたことで、一つ一つのモーターはコンパクトに、その分客室を広くしてサービスの向上を図ることもできました。このように新幹線の線路はゼロ系が高速運転しやすい構造で建設され、逆にゼロ系は高速運転用の線路に負担をかけない方式で開発。日本に鉄道が開通して以来蓄積されてきたノウハウを活用して出来上がったのがゼロ系とそのシステムだったのです。そんな素晴らしい技術の数々が取り入れられた新幹線は、アメリカで開業したばかりのブライトラインの比較対象に。外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。ブライトラインは59年遅かったね。しかも120マイルパーアワーが出せるのはオーランドからサウスフロリダまでのほんの短い区間だけなんだろう。ボコボコしい。2週間前に日本で乗った新幹線の速度は180マイルパーアワー以上だった。僕がフロリダの納税者だったら怒り狂っているだろうね。マイアミからオーランドまで3時間以上もかかるの？車の方がもっと早く行けるわよ。ブライトラインを高速鉄道と呼んでいることがうざくてしょうがない。標準的な高速鉄道でも150マイルパーアワーくらいだよ。よく分かっていない人を煙に巻いているだけだね。どうしてアメリカは高速鉄道技術にこれほど苦労しているの？カリフォルニアの高速鉄道もとっくに完成しているはずだったのに、300億ドル以上の予算をかけておきながら完成はまだまだ先だよ。海外の鉄道関係者の間では、新幹線が高速鉄道の一般名詞のように使われているんだそう。これは新幹線が世界初の本格的な高速鉄道だったというだけではなく、線路や信号も含めた総合的な鉄道システムとして高く評価されているためだと思われます。またイギリスのヨークにある国立鉄道博物館は、世界を代表する高速列車として JR 西日本からゼロ系の先頭車を譲り受け、2001年から展示。これも新幹線が海外で高い評価を受けている証の一つと言えるかもしれないですね。テキサスの高速鉄道。アメリカでは他にも高速鉄道の建設計画を推進。その一つがテキサス州のダラスからヒューストン間で計画されているテキサスセントラルレイルウェイです。同州北部に位置するダラス市の人口は約130万人で、近隣のフォートバース市やアーリントン市とともに人口数百万人規模の大都市圏を形成。南部の都市ヒューストン市の人口は約230万人と全米4位であり、両都市ともに人口は十分に多いと言えます。また両都市間の距離は約 380km で、高速道路での所要時間は約4時間、飛行機の場合は飛行時間のみで約70分ですが、高速鉄道はそれを約90分で結ぶ予定。運行間隔はピーク時間帯は30分に1本、オフピークの時間帯は1時間に1本が予定されています。テキサス高速鉄道の開業によって期待されるのは、両都市間の交流人口の増加による経済の活性化、さらに
自動車や飛行機を利用していた旅客が高速鉄道へ切り替えることによる燃料の節約や温室効果ガスの排出量削減、交通渋滞の緩和なども期待できるでしょう。テキサス高速鉄道は東海道新幹線を運行する JR 東海の技術支援によって建設される予定。現在の東海道新幹線の主力車両である N700S をアメリカ仕様に改良して最高速度 330km/h で走行する計画です。日本の新幹線は開業から60年近くもの間、車内の乗客が犠牲になるような重大な列車事故を一度も起こしておらず、安全性の面で高い評価を獲得。計画を推進するテキサスセントラル社も N700S システムを採用した理由を、世界で最も安全かつ信頼のおける大量輸送機関だからと述べています。しかし世界的に見ると、日本の新幹線方式は決して広く受け入れられているものではありません。台湾の高速鉄道は新幹線方式なのではと思う方もいるかもしれませんが、車両や信号設備は日本製でも、それ以外の分野ではヨーロッパの技術が採用されており、完全な新幹線方式ではないのです。新幹線の海外進出が難航している主な理由として挙げられるのは、コストの高さや日本独自の基準で構成されていること。新幹線は在来の鉄道との互換性を持たずに専用の線路を新設することを前提としているため、列車の運行パターンはシンプルです。また列車の速度を自動的に制限速度以下にコントロールする自動列車制御装置の採用によって、列車同士の衝突事故の発生確率は限りなく低下。踏切がなく線路内への立ち入りもできないようにしているため、人や動物との衝突事故も極めて起こりづらくなっています。そのため新幹線は定時性が高く非常に安全。その反面、在来の鉄道への乗り入れを前提とし、既存設備を活用できるヨーロッパ方式の高速鉄道と比較すると、どうしても高コストになってしまいます。それならばテキサス高速鉄道はなぜ日本の新幹線方式を採用したのでしょうか。その理由は、高コストであることがさほど問題視されなかったから。テキサス高速鉄道はたとえヨーロッパ方式を採用したとしても、ほとんどの区間で新線を建設しなければならなかったのです。しかしコスト面をクリアできたとしても、大抵の国にはその国の鉄道に関する安全基準が存在。新幹線は60年近くもの間重大事故を起こしたことがなく安全だといくら海外で主張しても、そうは言っても新幹線の安全性は国際的な基準で証明されていないと言われてしまえば終わりです。これは新幹線に限ったことではなく、日本の鉄道システムを海外に輸出する際には共通する問題。当然テキサス高速鉄道の計画においても、新幹線の使用がアメリカの安全基準に適合しない問題はついて回りました。アメリカの従来の安全基準では、鉄道車両は衝突事故を前提として頑丈にすることが必須。一方日本の新幹線の車両は衝突を前提として作られていません。そこでテキサスセントラル社は、テキサス高速鉄道のための新たな安全基準の作成を連邦鉄道局に申請。同局は日本の新幹線の安全性を約3年間にわたって調査し、安全性に問題はないと判断しました。こうして同局は日本の新幹線に準拠した新たな安全基準を制定。ところがこの安全基準には、テキサス高速鉄道限定で適用されるというただし書きがありました。アメリカにおいて輸入対象を自国の基準に適合させるのではなく、基準の方を輸入対象に適合させるのは異例のこと。ともあれ、テキサス高速鉄道はこうして日本の新幹線方式で建設できることが決定的となりました。
しかし、テキサス高速鉄道は未だに着工には至っておらず、現在予定されている2026年の開業も厳しい状況。とはいえ、用地買収をめぐる裁判が決着するなど、着工に向けて着実に前進しているようです。まとめ。テキサス新幹線が実現して成功を収めれば、州の経済が活性化するのみならず、日本で新幹線に関わっている企業にも好影響を及ぼすことでしょう。もしかしたらアメリカの他のエリアでも新幹線方式を前提に高速鉄道建設計画が推進されることになるかもしれません。また超大国であるアメリカにおいて、日本の新幹線の安全基準が認められて高速鉄道が作られた実績は、アメリカ以外の国への高速鉄道の輸出競争においても大きなアドバンテージになるはず。日本の鉄道関連企業が潤うことは、人口減少の影響を確実に受ける今後の日本の鉄道網を将来にわたって維持していくことにもつながるので、近い将来、日本の新幹線方式をモデルとした高速鉄道システムがアメリカの大地で活躍することを大いに期待したいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。